ちゃに合わせて良いんです。はい、行くよ。あ、いいよ、赤信号だから、まだ。あ、どこ？あ、セット。あ、セット。あ、セットは？はい、ウェイト。いや、葵ちゃんいるよ。まだよ。はい、オッケー。こっちこっちこっち。はい。こんにちは。こんにちは。あら、帰りません。あ、ちょっとで。はい、こんにちは。お疲れ様でした。あは、今日さ、葵ちゃんの日。葵ちゃんの日です。楽しみだね。え？膝に座りてんだよね。じゃあね、もはやもうほぼ全部足ついてんだよ。かわいいね。葵ちゃんだ。あ、はい、いて、葵ちゃんいて、葵ちゃんいて。あ、なんだと、葵ちゃんじゃないか今日は。こっちにしろ。僕だよ、僕だよ、僕だよ。待ちに待った僕だよ。はい、うん、うん、そんなことない、そんなことない、あ、そんなことないよ。はい、はい、ありがとうございます。まあ、悪いものじゃなかったという結果だけ、うん、見られた。健康有料児ですって言われました。この間の病院の抱っこでさ、首やられたのよ。そう、恐竜にさ、刺されたみたいなことがある。あ、こっち倒して、倒して、できるできる。はい、大丈夫。お、6、5、ちょっと減ったんだ。昨日、今日がちょっと00が止まらないです。そうですか。僕ゼロゼロしてんだよね。前の4月の時ぐらい戻ってしまった。この時期ちょっとしんどいですね、アルファ。梅雨の時。毎日ゼロゼロするね。待ち合室よだれまみれかもしれない。そろそろフィラリアの薬。はい、お願いします。46だったら1。そうだね、はい。いや、本当は砂もなくてよかったです。あ、本当に、うん、だんだん泣き崩れましたもん。あ、本当によかった。行くまでの日もちょっと不安そうだったんで、大丈夫かなって心配です。もう調べたくもない相手がいてるじゃん。結構調べたい人なんですよ。はいはい。いろんな可能性を、うん、いい方も悪い方も知っておきたいんですけど、はいはい、ね、旦那はダメなんですよ。こんなにも知りたくないね。やっぱ毎日泣いとったよね。だったらもうで結果得られた方が何もほど楽か。なんだろうな、なんだろうなと思ってしまうよりは絶対。旦那とプラはちょっと似てるかもしれないです。なんか繊細というか細かいというか気にしいというかね。
たまにね僕らも大丈夫だろうなと思って大丈夫ですっていう返し方をした後、やっぱりこれ気になるな、どうしようかな、もう一度もう一回検査をしに来てくださいとかいう子はいますし、必ず最新かけていついつ来てくださいって言ってる時はこっちもちょっと経過を見てる時があるんで、それで来ないと、なんか久々に半年ぶりに来てボコボコになってきたりとかすると多いって思うんですよ。うちは結構すぐ行きたい人なんで、もう検査だったり手術だったりすぐ即決したい人たちなんで、はいはい、でもね、まあ体重もいいし料金的なものもあるから、悪いものじゃなかった時はもう本当安心を買っていただくということしか言えないので、よかったよ、12万で済んだんだから、12万で健康手に入れたの、本当にあれで何かあった時にはもう2桁いきますもんね、確実に。あ、終わったよ、抗がん剤と放射線療法とかまたもう本当にびっくりするように目ん玉飛び出ますよ。降りてください、もう終わりです、葵ちゃんとデート終わり、はい、この間アンスと葵ちゃん浮気してたよ。ください、いいの、どうするの、葵ちゃんって。4650、他の子のピラニアのお薬は一緒にお願いします、はい、さあ、ありがとうございます。じゃあとりあえず、まあ、経過を見ていただいて、はい、なんかもしめっちゃ大きくなるようだったり、なんか血が出たりするようだったら取ってもいいかもねみたいなことは、あ、そうですね、それはあると思いますけど、まあ、うん、そこまで攻めて切らなくてもいいというところなんで、はい、ありがとうございます。お祝い、アースだけなんか甘いんだよな今な。ね、甘々なんだよね、ね、毛並みめっちゃいいです。今本当心臓悪い子もしんどい時期、今座薬をお渡ししてるんですけど、何、点鼻注射薬を鼻から入れるっていう方法もあって、夜間病院でそれ方法を聞いてきたので、そっちの方が楽だったらそれでもお渡しできるんですけど、それ専用の注射器は結構高くって、料金的にはそっちの方が高くはなっちゃうので、本人の体的にはどっちがいいですか、ね、その点鼻の方が早くは効くみたいです。一回旦那にも言ってみます。そうですね、また薬の容量とかも見とくんで、うん、こういうのもありますよ、食べ物じゃないですよ、僕はこれいらんよ。僕は全部注射入れるからね。うん。まあちょっと考えてみましょう、はい、はい、ありがとうございます、はい、で今日このままお散歩、はい、上手、こっち。